最悪の勤労感謝をされたナナミンに涙が止まらないみんなの反応集。それではどうぞ。人生で生きてきた中でこれほど最悪な勤労感謝の日は果たしてあっただろうか。いや、ない。ナナミンがいない呪術廻戦なんてこの先どうすればいい？もう二度と彼に会えないなんて最悪だよ。もう呪術廻戦見たくねえ。今週を待ち望んでいた原作勢はこの完成度を見て涙を流したのだろうか。マジで渋谷事変で一番の名シーンだと思う。それをちゃんと見せてくれてありがとうだ。リアタイでナナミンの生き様が見れてよかった。ナナミン死ぬの、予想外すぎてびっくり。先週登場して生きてたから安心してたのに。ナナミン先週出てきたから生きててよかった。って思ってたらまさか死ぬなんて。最悪すぎる。しばらく寝れないよ。先週イタドリの絶望と特殊オープニングで叩き落とされてナナミンの生存で持ち上げたのかなと思ったらちゃんと絶望の連続で泣きそうなんだが、案の定アニメ勢が微妙感で死ぬほどおもろい。ようこそこっち側へ。無駄に盛られたアニオリで大号泣したわ。このラストはみんな予想外よな。その週の最後に持ってくるのかなと思ったら開始早々死ぬし、マジで耐えれんわ。原作勢の気持ちにアニメ勢が追いついてきてやっと同じ気持ちで語れるのが何より嬉しい。もう今日でマヒトのことを死ぬほど嫌いになりました。なんでこんなひどいことができるんだ。てかこれを書いてる作者が人間じゃねえよ。マヒトがどこまでもちゃんと呪いであることを貫き通してくれてるから作品の中に一貫性が生まれるし、変にメインキャラだから生存させるとか寒いことをしない作者だから安心して見れる。わかる。少年漫画だから死なせないとか最後は勝つとかそういうのじゃなくてちゃんと渋谷事変は呪霊側の話ってわかる構成だから最高なんだよな。呪術廻戦とか呪いっていうテーマをこれほど綺麗に漫画に落とし込めるのほんとすごいよな。圧倒的呪術廻戦って展開で好きな展開だったから結構批判があるのに驚いたわ。海辺でキラキラ七人で涙止まらんかった。アニオリ要素満載なのも最高すぎる。原作勢もさらに追い込んでくるのさすがです。七人のやりきったなって感じの表情で完全に涙腺崩壊しました。よく頑張ったね。七人が最後に託したのが弟子であるイタドリってのがもう君を呪術師と認めていないから始まったイタドリとナナミンの関係が、あとは頼みますで託して終わるのがもう、辛すぎる。イタドリのお前は何なんだ、マヒト。が凄すぎる。本当にここの底から、腹の底から絞り出されたような怒りが全部声に乗ってる。先週の自分だけ、とかの部分でクソほど楽しみにしてたお前は何なんだ、が圧倒的すぎた。えのきさんすげえ。やっぱ呪術って声優のレベルが圧倒的すぎる。鳥肌止まらないし、マヒトとの掛け合いも最高だった。イタドリの腹の底から出た怒りも最高だけど、どこまでもこの状況を呪いとして楽しんでるマヒトの危機とした声も凄すぎる。マジで信長さんがマヒトでよかったってここを見て改めて思えた。本当に声の臨場感がみんな凄すぎるわ。伊地知さんが刺されたところでも登場した灰原が、ここでも出てきたことが嬉しいけど登場の仕方がずるすぎるよ。灰原の登場の仕方があまりにも良すぎるし、呪いの言葉と分かっていながらイタドリに最後任せますって託したナナミンも立派だ。呪いの言葉は別にあったけど、イタドリに託すのは違うってなったから、あとは任せますって言ったんじゃないの？自分も最初そうなんだろうなと思ってたけど、お前はできるだけ人を助けろっていうじいちゃんの言葉を呪いがかかってるって表現してたから、後は任せますって託すことが呪いであってる。こうやって人に託した呪いがぐるぐると人を回っていくのが呪術廻戦の語源なのかな。国先の煽り方好きだわ。このどの敵にも臆せず立ち向かっていく感じとか最高すぎる。野原のこの勝ち気な性格はマジで一年ずを支えてたと思うわ。来週でさよならは名残惜しいけど、最後まで見させてもらうぜ。
分身巻き飛ばせこすぎるだろと思ったけど、野原の友成とかは結構有効打になりそう。マジで来週から休みなく最終話までひたすら打つ展開が襲ってくるんだろうなと思ったら、もうしんどくてしんどくて。今週の配信は遅延するらしいし、マジでマットさん、そろそろアニメーターの労働環境を整える方向にシフトしてください。リアタイで放送できるのに、アニメは遅延する意味が全くわからないんだけど、なんでだ？マッパがいかに労働環境がクソなのかわかるよな。アニメーターさんみんな病んでるし、きつそうだし、ビッグタイトルを受け負ったしわ寄せが全部クリエイターに向かってるの、本当になんとかした方がいいと思う。配信遅延は確かになんでやろうと思ったけど、やっぱここら辺でちゃんと向き合って変えるべきだわ。イタドリは競争戦の傷は少なの反転術式で治ってるから、ダメージゼロでスタートできるんか、だいぶでかいな。マヒトの戦闘とイタドリの相性ってとことん悪いよな。この神経を魚でしてくる感じの戦い方、呪霊って感じするわ。マヒトの能力って呪霊操術に似てるなと思ったけど、これ渋谷の駅にいた人間を改造してストックして攻撃に使ってるんか。胸クソすぎる。人の命をもてあそぶって意外とよく聞くけど、ここまでちゃんと書き切ってるのはまあないから、マジでマヒト含め芥見先生ってすげえなって。作者もアニメ制作人もみんな呪霊だから、それも特急のね。戦闘シーンの迫力も前回同様に引き継がれてて最高に良かったです。めちゃくちゃありがとう制作人をいたわってやってくれ。バトルシーンはとにかくマヒト戦に力入れてほしいは放送前から言われてたことだから、目いっぱいのクオリティでやってくれて最高すぎる。戦闘シーンが何起こってるかわからんって意見もあったけど、疾走感高めでとにかく最高でした。マヒトのこの余裕感が圧倒的すぎて見てて気持ちよすぎる。お前は俺だとか順平出てきてるとことかさすがだわ。イタドリの切れ方も好きだし、マヒトの煽りも好きだし、マジでこの二人の戦いが一番好き。来週は例のブラザーも登場してくれるし、こっからなんだよなマヒト戦は。証明しろ俺は、呪術師だって PV で言ってたところか、ここで回収されるのね。イタドリのこのセリフがまさかナナミンの死亡直後なんて当時は思いもしなかったよ。証明しろ俺は呪術師だってセリフが PV にあって、先週は俺は人殺しだで終わってるの、あまりにも対比がエグすぎてマジで笑えないです。ナナミンの言葉が今でもイタドリをしっかりと支えるルーツになってるのがもう泣けるわ。イタドリって戦ったらちゃんと強いのがいいよな。渋谷事変で圧倒的にレベル上げてるけど、特殊な技なしでただ身体能力だけってのもいい。膝抜きとかを知識なくセンスだけでやってるから、イタドリもそれを考えると十分に化け物なんだよな。不意打ちプラス魂の輪郭を捉えるイタドリの打撃はマヒトにも有効打になるし、スクナのおかげで無意点線は使えない。マジでこの二人の戦いよくできてるわ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。